コンスタンチン・ソロモノビチ・サラジェフは、アルメニア系ロシア人の指揮者、バイオリニスト。ロシアの新しい音楽を擁護して、ピョートル・チャイコフスキーや、モデスト・ムソルグスキーの作品だけでなく、イーゴリ・ストラビンスキーやニコライ・ミャスコフスキー、セルゲイ・プロコフィエフ、ドミートリー・ショスタコービチや、アラム・ハチャ・トゥリアンの作品を初演した。息子のコンスタンチン・コンスタンチノビチ・サラジェフは、音楽理論家で、 著名な金付きである。アルメニア人医師を父にダゲスタンのデルベントに生まれる。本名はコンスタンチン・サラジャンと言った。モスクワ音楽院に進んでバイオリンをヤン・フジマリーに音楽理論をセルゲー・タネーエフに指示し、1898年に終了した。その後は教師や演奏家となるが、1900年にパリに出てオタカルシェフチークの訓導を受けた。 1901年に、モスクワ歌劇愛好家クラブの指揮者となるが、自前の弦楽四重相談も結成した。1904年から1908年までライプツヒで、アルトゥールニキシュに指揮法を指示。ロシアに帰国して間もなくソコルニキ公演の夏の、勘弦楽コンサートを指揮した。やがて国立舞台芸術学校の校長に就任する。1913年10月8日に、 モスクワ自由劇場において、ムソルグスキーのオペラ、ソロチンスクの死を未完成の状態ながらも初演した。サラジェフは新音楽の擁護者であり、1901年にアレクサンドルスクリアービンのサークルの一員となる。1909年には、デルジャノフスキー並びにその夫人のエレーナ、コポソバ・デルジャノフスカヤと共同で、モスクワに近代音楽の夕べを旗揚げした。 1912年8月22日には、モスクワで、イーゴリストラビンスキーの公共曲第一番編補聴調作品1を職業演奏家を用いて十分なリハーサルのもとに上演した。同年7月25日には、セルゲイ・プロコフィエフのピアノ競奏曲第一番を作曲者自身を独奏者に迎えて初演している。プロコフィエフは後に、サラジェフはことごとに、 僕のテンポを見事に理解してくれたと書き残している。サラ・ジェフは第一次世界大戦に従軍して出征したまま、ロシア内戦までモスクワに戻らなかった。現代音楽協会に入れ込んで、1923年には現代音楽の夜会を開始した。1922年から1935年まで、モスクワ音楽院で、 四季法の教授に就任し、ボリス・ハイキンやレフ・オボーリンらを育成した。九百二十五年三月二十二日に革命劇場還元楽団を指揮して、プロコフィエフのピアノ競争曲第三番のソ連初演を行った。独奏はサムイル・フェインベルクであった。九百二十七年には、ショスタコービチの公共曲第二番十月革命にアドリキスのモスクワ初演を 指揮している。十一月五日にニコライ・マルコがレニングラードで世界初演を指揮してからの公演だったが、世界初演の後でショスタコービチは作品を改訂しているので、改訂版による上演はサラジェフが世界初演を果たしたことになる。1930年11月18日にモスクワにおいてプロコフィエフのシンホニエッ長調長の改訂版の世界初演を 指揮した。サラジェフは、ニコライ・ミャスコフスキーの作品も擁護した。ミャスコフスキーから検定された、公共誌、沈黙作品級の所演を指揮しており、モスクワで1926年5月23日に、公共局第8番を、同じくモスクワで1928年4月29日に、第9番を、また1933年1月16日には、 第11番を初演した。ミアスコフスキーは、公共曲第10番もサラジェフに検定しており、1934年には、サラジェフの名による前奏曲と風が作品31を作曲した。ボロネジ国立公共楽団の指揮者に就任してからは、作曲から65年を経たピョートル・ジャイコフスキーの遺作の演奏会洋上曲、嵐の初演を行った。その後は、 エレバン歌劇場の音楽監督兼主席指揮者に転身し、1939年9月にアラム・ハチャ・トゥリアンの最初のバレエ、幸福の初演を指揮した。1939年から没年まで、エレバン音楽院の院長を務め、オーケストラ家やオペラ化、指揮家を指導した。著名な門人にアレクサンドル・コプニロフがいる。1941年から1944年まで、 アルメニアフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務めている。1954年にエレバンにて永民、76歳であった。ありがとうございます。